はい、来ました。はい、大城あかり佐賀香織の対戦。さあ、面白い対戦ですね。はい、そして高木静香清水清の対戦はフェイスブックの方でご覧になれることですね。はい、さあ、大城あかり今日は是が非でも優勝したい日でしょうね。さあ、コークですね、コーク。さあ、佐川選手もちょっと久しぶりなんですけどね、自分見るの。今の状態はどうなのか。佐川香織の謎を解き明かす。じゃあ前回ですね、林選手に苦杯を舐めまして、やはりこのトッププレーヤーにありがちな話っていうのは、こうなんていうんですかね、こう挑戦者の気持ちでかかられるので。やはり挑戦者の方はプレッシャーっていうのがあんまりかかってない状態なのでですね、いいダーツをされることってありますよね。そして相手がもともと実力があるのにはまっていいダーツをされるともろくも崩れ去るってことがですね、トッププレイヤーにありますよね。だから誰に負けたからどうとかいうわけじゃなくて、やはり それだけやはりこう追われる立場っていうのは絶えずプレッシャーがかかってきますし、追う方はですね、どっちかっていうと楽な立場で、負けてもその負け元で戦っていけるので、その点は少しね勝手が違ってプレッシャーかかることころですよね。今日佐藤選手をね下した清水清選手のダーツが見てみたいですよね。そうですよね、北海道だから。そうですよね、高木プロ放送してあげても、そうですね、確かにそれは一理ある。
さあ大城選手が少し出遅れた感じですね。さあブルからの18トリプル、これ決まらずですね。さあここハットが欲しいですね。まあ大城選手もちょっと乗れてない感じしますね。さあここはきっちり上がりたい。17から、そして20、ど真ん中に決めたい。そしてブル、まあこれ決めないと大城明かりが上がるぞ。さあブルからですね。大城選手今日調子いいですよ。予選あとこれは。さあ38ですね。これは危険なナンバーなのでアレンジ入れてもいいと思いますけどね。うわーこれ危険なナンバーなので40ね、あじゃあ38だからもう6の下目、ミスしても6の下目だから28が残る。6を狙って6が入れば3、残忍ですね。ナイス。いやいやこれはね、北海道は関係ないですね。寒くも大してないし、はい、全然問題ないですね。快適快適、調子は大城選手調子いいですよ。今日スタッツで38出してますんで。何ですかね、大きいですかね。が動いてるんですね。さあ惜しいね、ブレイクチャンスを逃した佐川香織。ここはね気を取り直して攻めたい。うん、攻めれず。いやどうした、どうしたんだ。
さあここでカットからの加点。ピリッとしませんね。さあきっちり追撃の目を立つ佐川香織。あかり選手力投派じゃないのでね、しっかり投げるタイプじゃないので、合うようになるまで時間かかるのか。さあ決まった。さあそして大城あかり先行のクリケット。さあここは体勢整えたいですね。うん、ナイススタートですね。さあ堅実なダーツで押しあかりが徐々に自分のリズムを作ってきましたね。
さあここでセブンマークで差を詰める。今のはですね、明らかにそのダブル気味にシングル狙ったんですかね。明らかにカット優先のダーツでした。インナーまで絡めてオーバーまでしてきました。ここはやっぱりブルーしっかり打ってほしいですね。さあインナーからもう一本ですね。さあきっちり点数取ってきました。さあ大塩選手は20でしっかりと加点していきたい。1投目、やっぱ皆さんもね、大城選手ダーツというのは基本ですね、やっぱりそのしっかり振って入れた方がいいと思います、はいはい、ただしやっぱりこれも自分の投げやすい投げ方がいいんですが、やはりね、こう大城選手のようなこうちょっと合わせる感じだと2投目3投目に合ってくる感じですよね、はい。まあ、1投目からね強振してしっかり振って入れてくる人選手っていうのは、まあ、日本にはそういないませんのでね、男女ともに。まあ、やっぱり野球のバッターと一緒でやっぱりこうフルスイングする選手っていうのはやっぱ台頭してきてますのでね、しっかり振って、絶えず同じ強さで投げれるような練習というのが大事かもしれないですね。大塩選手が合ってくればですね、もう本当にバンバン入ってきますんでね。さあインナーからオーバーした、もう1本、うん、ナイスですね、ナイス4本。3投目で60をヒットさせてオーバー。さあ佐川選手インナーよく入ってますからね、インナーが来た、もう1本インナーよく入ってるので、ここは大塩選手気引き締めていかないといけないですね。ド集中でいかないとですね。そしてブル、もう1本、さあしっかり決めてきました。これで、大城選手先行のクリケットキープで、ゲームは佐川選手先行の 0-1 へと変わります。さ
さあ佐川選手ですが、気をつけないといけないのが大城選手が徐々にダーツが合ってきてますので、要するに調子悪いなと思ったらダメだと思いますけどね。ここの701は大城選手は来ると思います。なのでしっかりとナイスアップスタート、一気にボルテージ上がってきたらどんどん入れてきますんでね。さあここでしっかりと先行のゲームをキープする佐川香織。さあハットで詰める、押し上がり、さあ一進一退のグッドゲーム。さあ184残りの佐賀に対して大城が329、60からいく。これはブルですね。さあ徐々に合ってきた大城上がり。さあこの106に対して209、そのハットですね。ブル3本、決まらずですね。さあ92106、ワンチャンスですね。ワンチャンス、さあブルからの6、そして決める、しっかりとキープ、一進一退の攻防ですね。さあコークチョイス、さあいよいよ5レーク目。おっとインナーですね。ブルーアウトで佐川選手がどっち選ぶのか。先行、クリケットですかね。
さあオープンからの加点で20点対する押し上がり。さあ、かろうじて決める。さあ、片やベスト4どうなってます？清水希容が決勝進出、久々ですね。さあ、久々の清水希容決勝進出。まあ、今日乗ってるでしょうからね。佐藤霞を下してからの決勝進出ですから。さあ、オーバーからのカットいかずの加点。さあ、佐川選手乗ってきましたね。さあ、大城選手、ここどうにか切り抜けないとこのままズルズルいくぞ。オーバーカット、これが大城あかりの攻め。さあ、オーバーしてきた。さあ、ヒートアップしてきましたね。乗ってきた。もう一本いく。キュッと気合い入れたダーツをしてきましたね。閉まってきました。さあ、大城あかりがここでビッグラウンド決めたいですね。カットから18。さあ、18合ってますからね。決める、ビッグラウンド。さあ、ここでダメ押し。さあ、乗ってきましたね、大城あかり。18がすごいですね。18がすんごいの。さあ、間を置いて、さあどうするのか。18で加点なのか。さあ、女子ベスト4。さあ、久々の決勝に進出するのは大城あかりか佐川かおりか。さ
さあダブルカットからの、これはもうブルに行くんじゃないのか。18をあえてセーフティーに狙う。さあインナー率がいいので佐川選手は、ブルーで攻めたいが、18もオープンされてるので難しいのか。さあきっちり決めました大塩明里、5レッグ目で決勝進出です。お見事。私もう本当に今日はダメでしたけど、はい頑張りましたみたいなね感じで2人会話しますよね、いや危なかったですみたいな、非常に危なかったですみたいな感じ、ブルダブルすごいっすねみたいな、はい、18のトリプル参ったわみたいな、まあ、しょうがないよねみたいなね、まあお互い頑張ったよね今日はねみたいな。